んだ俺は。安全な場所どころか世界の終わりってやつだぜ。どこかの国の新兵器なのか。見ろ、あれは何なんだ。円盤みたいに見える。あれは敵なのか。いよいよですね。こちら本部、円盤は危険だ。攻撃を許可する。円盤が出てくるぞ。なんて数なんだ。なんだ。パターンを解析しました。この兵器は自立型の戦闘ドローンと思われます。攻撃目標はおそらく人間です。無人の殺戮兵器か。こんな兵器が野放しになってみろ。途方もない被害が出るぞ。全て撃ち落とさねば。こんなものいい加減に認めやがれ。エイリアンが攻めてきやがったんだ。冗談を言ってる場合じゃない。こちらハンマーズ、配置につきました。よし、アンチマテリアルライフルならあのドローンを撃墜できるはずだ。了解しろ。戦闘を開始しろ。了解。円盤が出現したる。任せろ。円盤は人間を無差別に攻撃しているようだ。市民が危ない。可能な限り円盤を撃墜しろ。こちらウィングダイバー、現地に到着。全員 D 兵装です。よし、円盤を攻撃せよ。ドローンを一機でも残せば市民が襲われる。全て破壊しろ。現在までのところ飛行物体に関する有力な情報は得られていません。各国は関与を否定し続けています。しかし攻撃があまりにも大規模であることから実行能力を持った勢力は限られてきます。事態解明のために必要なのは可能性を持った勢力への追及、そして強制力を持った調査です。超巨大船に動きがあります。何かの装置が起動したようです。退避した方がいい。情報収集を最優先してください。聞いたか、被害が出ても構わないってよ。あれは大砲じゃないか。
待て、やばいぞ。奴ら攻撃する気だぞ。待て待て待て、撤退しろ。下がれ下がれ。間違いない、奴らはエイリアンだ。世界大戦どころか宇宙戦争だったのか。応答してくれ。こちら作戦司令本部。敵戦勢力とは何か、どんな勢力か具体的に知りたい。まだ来るぞ。空軍は何をやってんだよ。このままだと全滅だ。ドローンは逃げても追ってない。生き延びるためには戦うしかないぞ。おい、この悪夢はいつ覚めるんだ。俺はベッドで目を覚ます。そうだろ。超巨大戦は空軍に任せろ。地上部隊はドローンを撃墜しろ。戦闘を開始せよ。アームズマン、戦闘開始。コンバットフレームの力を見せてやる。軍曹、民間人を連れてその場を離れろ。安全な場所に向かえ。
こちらドルフィン、建物に隠れているが周りは円盤だらけだ。救援を。こちらラビット、円盤に囲まれています。身動きが取れません。仲間の救援に向かう。そりゃ無茶ってもんだ。ウソ、聞こえるか。円盤に関する情報がある。こちら戦略情報部、あの円盤は無人機、つまりドローンです。やり方によっては少数でも戦えるはずです。方法を教えてくれ。重要なのはドローンの色です。青いドローンは警備モード、無害な状態だと推測されます。青く輝くドローンに危険はありません。何らかの条件でドローンは赤く変わります。赤いドローンは戦闘モード、目標を追跡破壊する殺戮マシンです。このエリアのドローンは全て警備モードだ。一度に全部を相手にせず、少しずつ誘い出し各個に撃破しろ。この方法なら十分に勝機はある。一刻を争う。軍曹、ドルフィンとラビットを救助してくれ。やってみよう。青は警備モード、赤は戦闘モードです。所詮は機械だ。からくりさえ分かってしまえば戦いようはある。逃げましょう。いいぞ軍曹、残りのドローンも破壊しろ。射撃準備できています。きっと奪わせやめるな。タラジンを解決。俺は敵なしだ。警備モードから戦闘モードに切り替わる条件を詳細に分析しました。戦闘モードに移行する条件は3つです。1、人間が一定距離まで近づく。2、攻撃を受ける。3、被弾したドローンの周囲にいる機体は攻撃モードに変化。つまり被弾したドローンは周囲に敵の存在を知らせるのです。には関わりたくねえ。
じゃ全滅だ。こちらラビット、こうなったら敵を道連れにしてやります。行くぞ。私は EDF 総司令官だ。これより重要な情報を伝える。現在 EDF は敵性勢力との交戦状態にある。我々は先制攻撃を受け多くの基地を失った。それだけではない。敵は大都市に怪物を投下、民間人への無差別攻撃を続けている。今この瞬間も犠牲者は増え続けている。全ての兵士に告げる。我々は戦わねばならない。素晴らしい戦果です。このデータを解析すれば戦いの流れを変えられるかもしれません。民間人、よくやったな。今度こそ安全な場所へ連れて行ってやる。市民を守るのが我々の役目だからな。